もしもし。もしもし。やっとつながったよ。年いくつ？高校生？嘘だろ。本当かな？今何してるの？僕とデートしようよ。本当？じゃあね、駅の電話ボックスの前で8時に。本当に来るのかな？教師は辞めるつもりです。娘はとても君には受け止めきりやしないよ。そのうちわかるさ。ここはよく来るの？え？洒落た店だなと思って。一応現役の女子大生ですから。デートとかで気になります。二宮大学や。何が愛しい思うや。単なるエゴシじゃないか。ほらエゴシじゃん。お前はこの前新庄先生との喧嘩。喧嘩じゃないさ、一方的に殴られただけだから。一人の女子生徒が原因らしいですね。恋愛してたって。もう二人で会うのはやめよう。教師クビになったら困るし。どういう瞬間なんですか？生徒に恋愛感情を抱くとき。興味あるんです。論文でも書くつもりか？もう終わったことさ。あの時の自分の気持ちは今でもよく覚えている。そう、ただ残ったものといえば君にもらったキーホルダーと救いようのない喪失感だけだった。テレクルのとこと？まさかマユそのままホテルなんて。ご飯食べてバイバイだって。それだけ？なんかそのうち説教してくんの。ダメだよまだ若いのとかなんとか。はあ、いるいる。その説教で免許取れなくなっちゃうのよね。で、家帰って寝てからもったいないお化け出ちゃうのよ。もったいね。女子高生とできたのに。けど前らしくないね。なんかさ、純愛だと思ったのにな。真由と羽村先生。キリンねえ着席。見て見ぬふりすることだって必要ですよ。高校生でやってくる。最近また暴走族とか増えてきたらしいですね。日本が豊かな国だからですよ。新庄先生は教育に問題があるって言ってましたけど。だいぶ影響を受けましたね。いえそんなことは。僕も体罰を全て否定してるわけじゃないんですよ。ただ親と違って教師は生徒それぞれに愛情のフォローはできない。だから殴れば残るのは恐怖と怒りだけです。さあとっととこんなくだらん見回り済ませましょうよ。マユ珍しいじゃん、こんなとこで会うなんて。同級生のこと
私は退学食らったけど。ねえ、一緒に来ない？ねえ。浜田先生。見て見ぬふりしますか。おい、君たち待ちなさい。おい、何やってるんだ。降りなさい。やべんじゃねえの。関係ないよ、早く早く押して。関係しかねえだろうよ。どうる、さっき引っ掛けたばっかだぜ。まあいいじゃん。はい、じゃんけんまい、メイクでしょ、メイクでしょ。よしよし、悪いな。行こう。やっぱ順番にしねえか、バカ野郎。おめえの後になるとやる気すっかよ。店入り来たのか。おいいや俺は関係ねえんだよ。あの場所があれだって言うんでさ。おい冗談さ冗談だよな。打ち返んな。顔色悪いですね。連絡ありましたか。いえ、彼女の自宅には電話もできないんで。父親が出たらまた揉めますからね。先生、昨夜のことは大丈夫、報告したりしませんから。すいません。浜村先生、二宮のこと本当に好きなんですね。いえ、僕も好きな人できましたよ。え、そうですか。ちょっとした出会いがありましてね。綺麗な方なんでしょうね。藤村先生のお相手なら。あ、どんなお仕事ですか。
学校関係ですよ。ああ、同業者ですか。まあ、よっしゃ、ええぞ。次。おい、もうちょい下げたれ。110。おい、いつまで寝てんねん。おい、あいつだ。あいつだ。あいつだ。状態は？新城先生は？電話。ああ、上原さん、上原さん、内科外来へおいでください。上原さん、上原さん、内科外来へおいでください。昨日あれからどうした？ちゃんと打ち帰ったろうね。君らしくないな、あんなことで。あんなこと？当てつけで夜遊びするなんて。うぬぼれてる。あ、何来とったんか。ええ、6時間目空きなんで。どうなんすか。いや、意識はもうしっかりしてますから。念のため今日一晩入院を。あ、それはで、原因は何だったんですか。高校2年生でしたね。ええ。お二人とも先生？あ、はい。彼女妊娠してますね。え、まさか。化粧けばくなかった？ちょっとね。お店開ける前だから。うん。聞いた？うん。ここ赤ちゃんいるんだって。うん。なんか変な感じ。退学かな、私。悪いけど、担任には食当たりってことしておきたいんや。分かってます。はい、お待ち。一体相手はどこの…うちや。いや、あの、うちのクラブやし、監督不行き届きという責任もあるからな。いや、先生に責任なんか。あいつそんな簡単やと思えんかった。今時の女子高生ってみんなそんなんなんかな。さあ、こないだすまんかったな、殴って。いえ。けど二宮のことはそれでよかったんや。そうですか。余計なこと言うんやないぞ。また問題ぶり返すだけやから。いや、彼女のことだけじゃないんです。僕も
うまく言えませんが。大人げないこと言うな。あんたが自転車ならどうにもならないか。だからそうしてるじゃないですか。そんなに好きやったら卒業するのはまたで。おじゃん、ビールもう一本。はい。お前体育教師バカにすんのか。ああ、くしょう。何も飲んでも言わんわ。おっちゃん、先や。はい。はい、中へお進みください。私、あの、こないだの子？はい、羽村です。もしもし？もしもし？どちら様ですか？もしもし。出るから。アホ言うな。大丈夫よ。見学せ。今日は機嫌が悪そう。クラブも退部せ。え？しばらくなかったのにな。おはようございます。おはよう。何ですか？あ、いや。先生、今日お暇ですか？え？せっかくの土曜だし。ところ本当にダメなんです。下を見るからだよ。僕を見てればいい。妊娠してるんだってね。ちゃんと下ろしますから。休学してどっかで内緒で産めばいい。私と結婚するつもりなんですか？君は僕をこの先愛してくれる？僕はね、君が妊娠してると知って気がついたんだ。君からの愛情を望むよりもっと素晴らしいことがあるんだってね。子供だよ。何の知識も思想もない全く無垢な状態で生まれる僕の赤ん坊さ。僕の言う通りに、僕の思うがままに、僕を愛してくれる。君は僕の子供を産むんだ。そんなことできません。そんなこと君はするよ。
自分を解放するためにね。サミから中入れ。おい、病院連れてって、今すぐ連れてって。何したんやった。今すぐ病院連れてって、お願い。おい、お願い。どいつか、お前もう嫌だ。前に彼女に話したことがある。人間には3つの顔がある。一つは自分の知る顔、他人の知る顔、そして本当の自分。本当の俺はきっと吐き気のするような顔してるよ。全てが解放された時の顔ならもっと無邪気で可愛らしいんじゃないですか。吐き気を起こしてるのはさっきトイレで見た自分の知ってる顔でしょ。きついな君は。理解できないから引き込まれたんじゃないですか。何を考えてるかわからない。だからどんどんその生徒に引き込まれた。恋愛というよりも興味深い研究対象を見るように。君に何がわかる。慰めてあげましょうか。マユ、どう思う。今度の展覧会に出品する作品だ。わからない。自信がある。昔のようにこう手のひらからオーラが出てくるようだ。どこへ行くんだ。いちいち説明しなくちゃダメ。いいや、うるさいことを言うつもりはないよ。あの教師を切り捨ててくれた今ではね。そんなことどうしてわかるの。わかるさ。すぐに忘れるさ。くだらん人間のことはすぐにね。ごめん、どうかしてた。すまない。謝らないでください。気にしませんから。飲み直しましょう。はい、羽村です。
もしもし。もしもし。君か。君なんだろう。こんなことしても無意味じゃないか。もう僕のことは忘れてほしい。けどもし何か他のことで相談があるんだったらいつでも聞いてあげるよ。教師として。もしもし。お願いします。相沢さん、こちらへどうぞ。相沢さん、ではそこに横になってください。やっぱりいらっしゃったんですか。何か。この間の巡回報告書を見ていただこうかと。ええ。あと餃子ちょうだい。はいよ。はい。はい。まだ来ないの。あと酒。あと。あと。おばさん、交際まだ？はい、ちょっと待ってね。わざわざすみませんでした、本当に。相沢、相手誰やった？
誰の子やった？また来たの。先生どうしたんですか、こんな遅くに。かっこええ、かっこええ。ちょっとな、一人で飲んどったんや。え、飯食うとったんかい。あ、高弘君は？ああ、別れたやめはんとこ行っとんねん。裁判終わるまでな、週に一遍向こう行くことになっとるんや。そうですか。なあこれ、お茶やないかい。もうだいぶ出来上がってるみたいだから。出来上がってへんわい。出来上がる前にな、下ろしては来たけど。病院付き添って。ああ、ねえ、酒ないんか。聞いたんや。え、相手は誰やねんって。あれだにな、言ったんですか。いや、相手に迷惑がかかるとは思ってるんですかね。そんなに好きやったらそいつに頼んだらいいんじゃないか。泣くほど好きなそいつにな。泣かしたんですか。俺が金出したんやで。相手ぐらい聞いてもやろ。金ね。銭会のことはええねん。じゃあ嫉妬ですか。え、自分の可愛がってた生徒がどこの誰だかわからないやつにって。なあほら、あんたとは違うわ。誰が生徒なんか惚れるかい。ああ、悪かった。無言電話があります。え、毎晩のように。二宮か。多分。あかんぞ。ちゃんと突き放せ。あれぐらいの年頃はな、もう時間だったら割と簡単にこう立ち直れんねん。あんな他のことなら相談に乗るって言いました。それやったら前と一緒やないか。教師としてなら相談に乗るって。教師としてなら。もう電話さえかけてこないでしょう。先生の言う通り、僕のことは忘れますよ。あんたちゃんと学校行ってる？こんな時間に。親が心配してんじゃないの？
私が言うのもなんだよね。親も呆れて見放してるからね。こないだあんた回そうとしたあんなとの一人、ほら一番年食ってるの、あの人私の彼氏なのよ。心配しなくても気やしないよ。月末私の給料出た頃ちょこっと来ちゃたかってくのよ。前はあんなじゃなかったのよ。田舎から一緒に出てきてお互いやりたいこともいっぱいあって、私も昼間OL やってるだけならまだよかったんだけどね。本当に来ないね。26だから6本ね、多く立てないでよ。雰囲気もんだからね。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Ayumi. Ayumi. Happy birthday to you.
員室です。おはようございます。今参りました。羽村先生、お電話です。あ、すいません。警察ですって。これは事情聴取が終わり次第今日のところは引き取っていただいて結構です。それから一応検視の結果を含めてもう一度ご連絡したいんですがな。それじゃあうちの自宅の番号を。あ、じゃあお手数ですが、どうぞ。いやいやいや、どうしても親御さんの連絡先を教えてくれないもんですからね。で、担任の先生にご足労を願ったわけです。担任？ええ。あ、僕のことですよね。あ、どうも先生、お待たせしました。じゃあ一つよろしくお願いします。ありがとうございました。とにかく今日は帰って休んだ方がいい。迷惑かけてごめんなさい。いいんだ、こんな事情だったんだから。大丈夫か？私死にたくない。死にたくない。先生、汚れちゃうよ。いいんだ。いいんだ。君が忘れた砂ぼこりの風が吹くこの街。君の小さな肩がいつまでも震えていたね。一人ぼっちになろうとした君を一人ぼっちの僕が抱きしめていたあの時、僕だけの胸の中に君はいた。